とうございます。やっぱり子どもたちがですね、この自分の国にそうやって嘘の授業で嘘の内容でですね、愛国心が持てないというのは非常につらいことだと思います。でアメリカとかイギリスとか行けばですね、自分の国を愛するなんてことはこれ当たり前のことなんですけれども、日本はですね、計画的に自分の国を愛せない国にさせるためにね、強くなったら困ってしまうから、だからこういった教育をずっと何年も何年もかけて少しずつ少しずつやっていったんです。なので今ですね、だんだんこの愛国心というものが国民の中でも薄れてしまって、そして旗日って昔は言いましたけれども、祭日の祝日の日も、ね、日本国旗を上げるようなことが少なくなってしまった。さらに日本国旗を上げると右翼という言葉を使ってですね、何が右翼なんだと思うんですが、当たり前のことがですね、なんか日本を好きだという人たちがおかしな人だというね、こういったことを、まあ、左翼がですね、これプロパガンダやってるんですよ、ずっと何十年もかけて。そして何十年もかけて、なんでそんなことやってるのかって言ったら、愛国心がなくなったところで国を取りたいからなんです。他の国がね、自分の国守りたいと思う人がいなくなればですね、ディフェンスが、ね、緩むわけですから、乗っ取りやすくなるわけなんですよ、この日本を。それを何年も何年も時間をかけてやられてきているんだっていうことなんです。で参政党はそういったね、本当の歴史を皆さんに教えるために党員と一緒に勉強しているんです。で毎朝ですね、メールが送られてきて、でそういったね、10分ぐらいの、ね、そういった勉強できる内容が送られてきて、それを皆さん見てですね、やっていくと。でこういったね、やっぱりベースの基本的なことが分からなければ、いくら選挙やっても変わらないんですよ。だって、ね、日本国民が知らないわけですから、そういった内容を。じゃあどこの政党に入れるかって言ったって、もう嘘の中の日本教育の中で嘘の選挙が行われているので、これ日本変わらないのは当然です。でちゃんとこういった現象が出てきてるわけじゃないですか。それが私たち国民の平均賃金が上がらないということなんです。平均賃金が上がればですね、日本人が日本を取り戻しちゃうわけなんですよね。でそういうことをさせないために、平均賃金をずっと下げ続けてですね、強い勢力が生まれないように一生懸命頑張ってるんです。でこの選挙だってそうですよ。今度新しく参政党はですね、こういうふうに出馬会見とかね、やらさせていただいてますけれども、この選挙に出るには日本ではですね、供託金が必要になるんです。でこの供託金というのは、この選挙区ではですね、300万円かかるんです。そして比例区では600万円ですよ。で平均収入が500万円の日本においてですよ、600万円の供託金払って、出馬できる人なんてそうそういるわけじゃないんですよね、まあ、こういった国民の中から政治の世界に入らせることさえもですね、コントロールされているということなんです。じゃあ海外どうなのかといえばですよ、先進国の中で次にこの政治の、ね、選挙が供託金が高いと言われているのがイギリスです。イギリスで言えばですね、8万円ぐらいと言われているんです、この供託金が。アメリカで言えばゼロです。でね、なんとなく日本はね、この政治の世界で平等だみたいなふうに言われてますけれども、日本の政治ほど不平等なところはないんです。そうなんです。そしてしかもですね、今岸田総理がですね、日本のトップって思われてるかもしれません。皆さんね、日本のトップは岸田総理と思っているかもしれませんが、違いますよ。岸田総理は私から言えばですね、コンビニの店長さんですよ。そうね、コンビニの店長さん。背景には大きな資本主義ね、資本主義という人たち、人たちがいるんです。でこの人たちがですね、この日本を勝った時にですね、 GHQ を送り込んだりしたりした人たちのですね、大きなこの勢力がですね、日本をずっと監視してですね、こういう反抗的なですね、総理大臣が生まれないように一生懸命やってるんです。だから政治家でね、亡くなった人いるでしょね、こういった反抗すると殺されちゃうんです。だから今の日本の政治家たちはですね、そのまま外国勢力の言いなりになってしまっている。
だから私たちの消費税がこれどん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 上がっていっているんです。だって本当に国民主権だったら今頃ですね、消費税下げられていて当たり前じゃないですか。これだけ不景気なんですよ、ね、なのにもかかわらず上げ続けている。しかも嘘までついて日本にはお金がないだとかですね、嘘までついてるんですよ。そして、この麻生さんはですね、リーマンショック級の不景気が来たらこの消費税下げるって約束したのに全然約束守ってないじゃないですかね。そうなんです。でこれ下げると殺されちゃうかもしれないんですよ、そういった勢力にね。だから、まあ、私は岸田総理をコンビニの店長と呼んでるんですが、これがですねあまりにもひどい状況になってきてるんです。でこれ日本だけじゃないんですね。今アメリカでもこういった後ろにですね人たちがいて、そしてこれをアメリカの政府は乗っ取られてるんだって気づいてる人たちがもうアメリカでは 50% 以上います。だからトランプとバイデンの選挙戦皆さんも見られたと思うんですけれども、トランプがずっと勝ってたのに いきなり朝起きたらですねバイデンが勝っていて、もうトランプが勝利目前だったのにもかかわらずひっくり返されてしまった。そしてそれをですねおかしいおかしいって声を上げる人たちを全てIT ガーファとかがですね、Google とかですよ、ね、YouTube でバンしたりだとか、こういったことを言わせないように言論弾圧を仕掛けたんですね。つまりトランプたちっていうのは、まあ、日本語で言うと新自由主義なんて言われてますけれども全く自由じゃないんです。人たちっていうのは何をしたいのかって言えばですね、世界統一国家を作りたいんです。で世界統一国家を作って自分たちのお金儲けをより多くできるようにですね、いろいろな国の大統領たちにお金をあげてるのか何なのか分かりませんけれども、コントロールして、そしてその末端にいる私たち国民ですね、この国民の消費行動、これに関する会社の株を全て牛耳って、メディアも牛耳ってですよ。そして私たちをメディアでコントロールして、そしてお金を儲けてやろうと、こういうことを企んでる人たちなんです。でこの私は株のね番組も4年間大和証券っていうところで作っていたので、ねこれ全然陰謀論でも何でもないんです。本当に、この食品メーカーですね、食品メーカー、そして医療メーカー、そしてメディア、これね、持ってる大半の株を持ってる人みんな同じ一つの機関なんですよ、まあ、ブロックストーンとか言われたりとかもしますけれども、それの顧客がですよ世界の王族たちなんです。でこれは明かされないんですね。で明かしてはいけないことになってるんですけれども、まあ、参政党はみんな言っちゃってるんでね、たくさんいろんなところから攻撃来てますよ。でもこれ本当のことを国民に一人でもね伝えて、その伝えた国民の人がまた誰かに伝えてくれれば別に私たち命惜しくないんです、ね、なのでこういった本当のことをぜひね皆さんが伝えていってほしいと思うんです。でこれをやられるのが一番効くんです、彼らにとって。だから私たちの YouTube がバンされたりですとか、陰謀論って仕掛けられたりですとか、あとは何ですか、参政党が自民党の補完勢力だなんだとかってね、こういったことをネットで回してまるで自民党の仲間だみたいなことを言って皆さんの選挙に行く気持ちを慣れさせると、これ全部つながりますでしょ。こうやってちゃんと説明するとこういうことなんです。でこれはネットの中ちゃんと調べれば出てきます、そういった事実というものが。でさらに今この2年間皆さんおかしいおかしいと思われたわけですよね。なんだこのみたいな。でね、今までは流行り病でインフルエンザっていうのがあって、その時は何にもロックダウンも何にもなかったのに、でそれよりも亡くなる人が少ないこのに関してはですね、いきなり流行りだして、そしてこれに関してはいきなりロックダウンだとか飲食店あげやっちゃいけないよとか言われ始めて、でこういったこともですね全て計画の中で行われていると言って私は間違いじゃないと思っております。でその一つ皆さんの調べる上でですね、会議というワードを一つ覚えておいてほしいんです。でこういった人がですね世界の中を一生懸命プランしてるんですね。で彼らというのは、まあ、悔しいことにものすごい頭がいいんです。
でね、計画が1年や2年や3年でやる計画じゃないんです。もう自分たちの家計を守るためにですね、これを何十年も何十年も長い計画、まあ、50年とか80年とかこういう単位でこの計画を考えてやっているんですよ。そして今たちがなんで裕福に暮らせるのかって言ったら、その何世代、2世代、3世代にそうやって奴隷制度やって築いたその当時のお金があるからですね。そうするとその人たちは今度自分の世代になったらもっとさらにお金儲けをしてですね、また次の世代に託して自分たちの家計だったりだとか自分たちの権力を永遠に保持できるように、こういったことを考えている人たちがいるんです。でこれが世界の富の 1% の人がこれを握っているというふうに言われているんですね。そしてこの富を持っている人たちっていうのは絶対に表に出てきません。まあね、いろいろ調べれば名前ぐらいは出てきますけれども、例えば裕福な人のね、長者番付なんてやるとビル・ゲイツとか出てきますけれども、ビル・ゲイツなんて全然もうあの人もコンビニの店長ですよ、ね、はい、その人たちが持っているお金っていうのは1系とか2系とかもう超じゃないんですね。そしてそういった人たちに一生懸命ね、まあ、なんていうんですかね、太鼓持ちみたいな人たちが今の IT 業界で、その人たちが儲けさせられるように、そうすると自分たちも儲けられるからっていうことで、こういったねことが仕掛けられていると。でこれは本当に日本だけじゃないですよ。こういうことに気づいている人たちはもうアメリカでもカナダでもフランスでもイタリアでもいろいろな各地でですね、もうこのことに気づいている人たちがおかしいって言って声を上げてます。でなんでこの風邪をひいた時にですね、あった時にそのパスポート持ってないとお店に買い物ができないだとか、あとは飛行機乗れないだとか、そういったことを仕掛けられたわけですよね。でこのこれをフックにしてですね、私たちの自由がこの2年間かなり奪われたということなんです。でさらに今度はこの IT を使ってもっとですね、私たちの行動を全て縛ろうとしているんです。でさらに言ってしまえば、今この世界、地球上には70億人の人たちが住んでおります。でこの70億人の人たちがそれぞれ経済活動をしていったら、もうこの資源が足りなくなってしまうって今考えてるんですね、その上の人たちは。でいくらそしたら自分たちお金持って裕福で権力を持ってたとしても、この地球の資源が終わってしまったら私たちもなくなってしまうと。じゃあどういうことを考えてるのかって言ったら、もう少しこの地球の人口を間引きしましょうっていうことをやってるんです。でこの会議というところでこういったことが真剣に本当に話し合われているんです。で2030年までに世界の人口をね 50% にしましょうとか、そういうことをね話し合われているんですよ。なので今回ね、でこんなの嘘だと思う人いるかもしれないんですけれども、じゃあ今年の日本の亡くなった人口動態調査というのを見ていただきたいです。どれだけの人がいるか、今年に入ってたった3月ですよ。それなのにもう3万2000人以上、いつもの亡くなり方より異常な亡くなり方してるんでしょうね。そしてこういったことに反対しているコンビニの店長じゃない勇ましい世界のトップリーダーたちもいるんです。それがブラジルのですね、大統領です。もうブラジルの大統領これに気づいちゃったからもう買わないって言ってるんですよ。そので、自分の国民たちに生かせないって言ってるんですね。でそれをすごい批判された時に、この大統領が言った言葉がですね、5歳子供にですね、もうその皆さんそのっていうところのね、ちゃんと説明書読んでくださいと。でこの説明書の中に責任は取れないとかね、試験中だということが書いてあると。じゃああなたはですね、この車乗ったら壊れるかもしれない、でも保証しませんよとか、この車乗ったら事故を起こすかもしれない、保証しませんよ、それが説明書に書いてあってね、その車買いますかって言うんです、大統領は。だったら一緒でしょって、そんなものを国民に打たせたくないって、立派な大統領ですよね。私はリーダーはこうでなくてはいけないと思いますよ、いくら大きな圧力があっても。そしたら今度その何て言われているのか、もうブラジルのあの大統領は悪人だっていうレッテル今度貼ってるんです。そして今度はあのブラジルの森林を燃やしてですね、
経済活動をあの大統領はしている。だからあの脱炭素にあのブラジルの大統領はふさわしくないって言って、今度そのブラジルの中でですよ、自分たちの工作員を送り込んで分断政策ということをやってるんです。でもブラジルというのはアマゾンの中でですね、アマゾンの民族たち、原住民族ってまだまだ守られてるんです、国で。じゃあアメリカ何やりましたかってね、自分たちインディアン大虐殺しておいてですよ。そしてそのインディアンたちはみんなね、ギャンブルとかまともな職業につけないようにしたんです。でこういったことをやってるね、国がすごいダメですね。どうぞ皆さんのよかったらね、甘い宿りしてくださいね。こういった国の人たちがそういうことをやってるっていうのはやっぱりね、おかしいと思うんです。で日本もですね、やっぱりね、こういった大統領のようにですね、この国民を守っていかないといけないと思うんですね。で私はやっぱりね、この国、この政治というものは3つのね、基本原理というものがあります。この3つの基本原理というのはやっぱり日本国民の生命を守ること、そして日本国民の財産を守ること、そしてこの領土を守ること、この3つが基本中の基本です。けれども今の総理大臣何と言ってるかと言いましたら、その中国人の留学生は日本の宝だって言っているんですよね。日本の宝は間違いなく日本の子どもたちです。ありがとうございます。で私はもしね、まあ、今もう賛成と1議席は取れるだろうというふうに新聞でも言われております。この1議席取ったらですね、大学まで日本の子どもたち無償化、これを実現させたいと思っております。そして養育費に、ね、あ、すいません、ありがとうございます。ね、あの離婚されてその後養育費もらえなくて結構困ってるお母さん方とかいっぱいいるんですね。でこの養育費もですね、国が肩代わりすればいいんですよ、ね、困っている子どもたち、この子どもたちにですね、私たち大人は最大限できることをやってあげる、これが大人の役目だと私は思います。だからこの養育費肩代わり、実はこれもすでに明石市でやられてるんですね。明石市の市長さんすごく立派です。日本、ね、子どもたちをとにかく守るんだっていうことをやってまして、で18歳まで医療費無料、日本の国がやらないなら明石市でやるって言ってですね。そしてこの、 あの養育費もですね、明石市が入って肩代わりしているんです。でこの離婚裁判の時にですね、やっぱり喧嘩してる者同士が養育費いくらだなんだってやってもこれやっぱりうまくいかないです。でね、こっちは渡したくないとかね、こっちはよこせってね、こういったね喧嘩が生まれてしまう。だから海外では国がしっかりと間に入って仲裁に入ってですね、国がそのお父さんから養育費を受け取って、そして国がお母さんたちに養育費を渡してると、そういうことをすることによってお母さんたちは困らないんです。そしてフランスでは大学まで少子化がひどかったんで無償化にしてったんですね。そしたら何が起きたのかって言ったら、学生結婚でもですね、子供を育てる人たちが増えたんです。そしてシングルマザーでもですね、しっかりと大学まで、ね、卒業までですね、国が見てくれるからこの卒業させることまでできたんですね。そうするとやっぱりその子供たちっていうのは国がですね、お金をこれだけ自分たちに支払ってくれたから、この国のために貢献できる人間になりたいってやっぱり思うんですよ。そういうふうに育ってきた子どもたちは、そうするとその子どもたちはさらにですね、そのフランスのために一生懸命働いて、そして自分の夢を叶えてですね、でそしてフランスに貢献していくと、そういったことを繰り返しているうちに、あっという間にフランスはこの少子化からですね、出産率が高い国ナンバーワンにまでなったわけなんです。でこういった事例があって、それももちろん知ってますよ、国会議員の人たち。けれどもやらないというのは、そういった人たちが今人口を減らせってやってるから、まずは日本から人口減らしをやらされているんですね。だから私たちはもう国民が気づかなければ、私たちの命まで本当に取られてしまうところまで来ているんです。そして今回参議院選挙が終わったら3年間国政選挙はありません。私たちは魔の3年間と呼んでますけれども、岸田総理は黄金の3年間と呼んでおります。これで国民反抗できないだろうと、この3年間は。だったらその間にやりたい放題ですよ。そしてこれだけね、
死亡数が急激に増えているのにもかかわらず、全くね、これの、死亡数が増えたことの説明もされていない。そして最初はね、のせいだなんて言ってたんですけれども、計算していったら違うことが分かってもういるんですね。だったらやっぱりその原因なんじゃないんですかと思うんです。で、それをね、子どもたちにね、打たせようなんていうことは、もう長いね、年月の間、子どもたちにこれ以上何が起きるか分かりません。だから、今度は今、バトンを受け取っている私たち大人が勇気を出してですね、やっていかないといけないと、私はこのように思います。雨がね、途中降ってきて、ね、すいませんね、傘もない中、お話最後まで聞いてくださってありがとうございます。ぜひ、この参政党の活動に注目いただいて、そして、6月の18日、武田邦彦先生が桜木町に11時に、来てくれます。ぜひね、お友達、お仲間、ご家族誘って来ていただきたいと思います。それでは、ここでね、お話の方、最後まで聞いていただきありがとうございました。どうもありがとうございました。